人生やまあまあ、甘金 TV でーす。よいしょ。今日はですね、大崎町に来てます。見てください、このカブトムシを。今からカブトムシが取れる時期ですね。今日はね、なんか温泉マルシェ中マルシェあるんですって。でそこちょっと紹介してほしいってことだったので行ってみましょうかね。やってるやってるやってる、大崎町に私のイベントが乗っております。偉いな。どこの警備会社かと思いましたが、ただのロスの坂本くんでお前らでした。あ、こちらこそありがとうございます。ハンバーグ出したいの。今日はもう売り切れました、ハンバーグのイベントは。はい、ね、ずっと声張り上げてるわけ、多分聞こえてないもんね。そうですね言ってる雰囲気だけですね暑いでしょ。暑いです。今日ですね、あの宮崎の三股町と大崎町がコラボで特産品販売イベントしてるんですけど、大崎町って実は昔日向の国だったんですよ。おで日向の国で昔室方郡っていうところに属してて、ほう、三股町が室方郡なんですよ。ということで、あの室方同盟っていうイベントを奥の方でやってるので。なるほど。ぜひお立ち寄りいただければ。分かりました。あの暑いけど、あっちの方にはペッタンっていう芸人みたいな人です。行ってみた方がいい。あ、行ってみた方がいい。こんにちは。はじめまして。今日何してるんですか。今日あの三股町から来ました僕。おー、三股町と大崎町 PR 市に、はい、でかれこれ30分ぐらい旗振ってて聞こえないね。あ、聞こえないです。だからやってるふり。はい、らっしゃいませって言ってます。らっしゃいませね。らっしゃいませって。らっしゃいませ。らっしゃいませ。何でも大丈夫ですよ。アマキン TV 見てくださいって言いましょうか。あ、よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、お願いします。あ、お願いします。芸人やつ芸人。あ、元気でいらっしゃいませ。出した出した。三股町でもよろしくお願いします。三股町でも、はい、あ、出した出した。面白い。ここだね、ここ。これ懐かしいよね。ここアスパル大崎って昔でさ、道の駅になってますね。セントロランドサンドですね。で、店がいっぱい出てますね。なんかね、のどかやな。あ、カメはカメはカメはさあ、客を持っていきましょう。じゃあ、浜木にいると申します。今日は何しに来たんですか。熱波。なんか言いたことある。え、野球頑張ります。野球頑張ります。頑張ってね。どうも、お前らさ、この間撮ってさ、どこだったっけ、魚部でね、おいちゃんね、あれ良かったですか。宣伝は一方でした。嬉しい。来た来た。少しはお客さんが見立って一番嬉しいね。最高です。僕は美味しいからだよ。見てこれ、ほらまた無農薬だもんね。綺麗にカーってすすって。もう一応時期来れば、うん、桃とリンゴもあって、いちごあるんですか。桃とリンゴのいちごなんですか。食べたら味、いちごに桃とリンゴの味がするんです。ちょっとありがとう。めっちゃうまい、いつも。うん、最高これ。あ、こんにちは、お疲れ様です。何回も会えてるね。ジェノメーゼをください。ジェノメーゼでも苦手じゃなかったんですっけ。私見ましたよ、ちゃんと。クローリーチーズの濱家くんさんの一つ、期間限定のこのバニラソルトもください、一つ。リガールのね、ここね、ホットサンドがね、ホットするわけ食べたら、うん、うまっ、最高やな。あ、これこれこれが美味しいの。オリジナルのハーブソルトを使ってます。オリジナルのハーブソルトを使ったバニラソルトで、クッキーはキャベイクさんのだって。これがおすすめらしいわ。いやいや、あ、お、お、うまっ。いいですね。塩とバニラが合いますね。うまい。それはおすすめです。うん、うまっ、これおすすめ。ありがとう。まだね。ディボーです。よろしくお願いします。将来の夢なんですか。将来はまだ決まってないけど、が女子になりたいな。しかしの頑張ってね。はい、ありがとうございました。飯食いに来た。飯食いに来た。飯食いに来た。飯食いに、うまかったですか。うまかった。すごい普通でしょ。嬉しかったです。お久しぶりです。お久しぶりです。嬉しいですよ。
心が満ちまね、いつも捉えられる。ありがとう。また。ありがとうございました。はい、はい、はい。はい、せっかく、はい、チャンネル登録お願いします。何してきたんですか？食べ物を食べに行きます。食べ物を食べにね。はい、ありがとうございます。またね。おお、コトコトさん。ピクルス屋さん。今お好きなんですか？トウモロコシ。これうまそう。あ、じゃあこれください、一つ。はいはい、焼いてあるよ、ちょっと。うまそう、これ。毎年今だけ。毎年今だけだって。すぐなくなる。まだ後が食べてしまいます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、加藤さんやしなんですか？加藤さんっていうか今日はちょっと加藤の方が体調不良で、体調不良、いや不在ですって加藤さんなんかちょっと専念してって言われたんですけど、はい、誰か案内できますか？あ、こっちの三笠さん、この道の駅の支配人の三笠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のこの伊藤は3月の14日から再開したということで、はいはいはい、幅広く皆様にこの温浴施設ですね、はいはいはい、アスファル温泉を皆さんにいただきたいということで、そういう企画をさせていただいて、初めてすみません、はい、そうですね、初めてです、ね、で今回目玉はその熱波師さんを呼んでの、はい、サウナの熱波体験、はい、今日は出雲から、出雲からわざわざ女性の方が来られてますので、はい、レストラン、今日レストランね、こちら、まあ、メインダイニングですね、こちらが、朝食とランチ、はい、お食事どころ使用祭のおすすめ、今日も看板だったんですけど、あの大きなあのエビフライ、はい、おエビフライがいいらしいですよすごい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 、おーすごいすごい、おー張ってありません、この見えないとこにあ、ここもあるんですか、一応このボトルがまたいいですいやー、皆さんマジすごいであるよ、ありがとうございます、はい、気を使っていただいても、はい、ご温泉食堂、そうですね、はい、これなんですか、おはぎ、特製おはぎ、おはぎうまそうですね、これね、そうですね、ありがとうございます、よかったです、いいですか、召し上がってください、はい、おはぎ持ってみましょうか、お願いしますで、これ美味しそうだもん、ゆだれがこぼれてきたいただきます。どうですか、うんね、甘さ抑えめでやばい普通です普通ですね、そういうと思ってましためっちゃうまい、女性には結構人気ですけど、ね、うまっ、はい、温泉のおはぎは最高ですよ、多分ビールも置いてありますので温泉上がりですね、ぜひともおはぎとビールで最高ですね、最高です。おー、綺麗ですね。おー、これはこれはいい部屋だ。広っ。あ、家族湯ですね、これが。はー、見て。ここで休憩をして風呂に入って、家族でご飯食べてとか。最高ですね。最高だと思います。これいくらですか、ちなみに。ここに来て1時間2000円。安っ。安い。4人入っても2000円。マジで ?10 人入っても2000円。そうです。入るわけないですか。3箇所で。3箇所これが。家族も背中に絵の入った人も。OK。OK。それ。それどうかわかんないけど。あとは？あと2つあるんですね。あとでちょっと見ていただいているのはこちらの合宿。合宿所。すごいですねこれ。電気をつけてくださいよ。加藤さん電気ぐらいつけてくださいよ。もう。やば。はあ。すごいですね、電気つけてくださいってそうですダルドすごい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 、見てめっちゃ広いから、天井も高いし、ここにこあの合宿生が来るんだ、はい、と中学生、高校生、大学生などそのノンプロの世界、うん、綺麗ですね、めっちゃ清潔、こっちもずっとだよ、いい施設あるわ。ぜひぜひ。ああ、いや僕は来ませんけど、近いから家が。すごい。綺麗綺麗。めっちゃ綺麗ですよ。うわ。で長いもんこの廊下が。うわ。すげえ。おしゃれおしゃれ、ゆっくりできますね、広いなぁ、この和室も、ここでサスキができますよ、サスキが、これそうですね、いかにして、おっ、うまいよこれ、豪華すぎるよ、
すごくな。こっちは日当たりはいいですね。やっぱベッドもふわふわして硬い、うん、で、いいっすね。いいと思います。そうですね。行きましょうか。32部屋あるそうです。すげー。あ、宴会もあるんですか。いや広、どの部屋も綺麗ですね。清潔で綺麗だわ。これ長く大崎出身の何ですか、有名な方の松山選手権。そこ、これは100m 走の人と今度この大阪オリンピックです。あ、出るんですか。出るんですか。へえ。こういう写真は止まって、はい、ここで。あ、なるほど。どのこの大隅半島に何個ぐらいですか。5カ所ですね。だから5カ所、いや大崎町に2カ所、うん、で鹿屋市に1カ所で志布志市に、2カ所あるんですけど、1カ所はあの国民宿舎 の指定管理の運営をしておりますね。聞かせてそうですね。いやいや、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。これからも頑張りますので皆さんよろしくお願いします。ぜひ一度足運んでください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。温泉マルシェ、まあ温泉には入ってなかったんだけど、まだねこう宣伝はあまりしてないんですって。第1回でちょっとこうお客様少なめだったんですけど、ぜひとも皆さん足を運んでセントロランドをですね盛り上げていただければ助かります。それではまた。熱波、あ、バイバイ。